かかってなんじゃん。コウシさん。コウシ。シーにアヒル。忙しいね。何にでもなれる。便乗してんの。中の間ちょっとこう なっちゃってる。はい、それを見てもらいたかった。結構舐めちゃったりしてます。そうですね。あ、だからさ、キンちゃん、消防車ちょっと鳴くね。消防車だけ。そう。救急車は。うん、いい子だ。うん、いい子だね、しんちゃんね。はい、すいません。体重。何キロ？26。26.1。もう増えたね。そしたら。肉球が赤い。そうですね。どこの肉球ですか？前足と左足。あ、後ろも。この辺？そうですね。なんかずっと舐めてて、まあ一時期すごい匂ったんで。ああ、はい。まあ今はだいぶ、うん、そんなにひどくないね。そうですね。広くなったんですけど。ポン。なんか変だった。8度6分。肉球だけですよね、他は。そうですね、大丈夫。そうですね、はい、そしたらね、部分的ですし赤みもそんな強くはないですから、はい、ちょっと塗り移りで様子見るようにしましょうか。はい、特に持ってないですよね、塗りですよね。そうですね、そしたらね、ちょっと抗生剤とステロイドっていうかゆみの薬が一緒になっているのがありますので、それを1本渡しますので、はい、使い続けてると一応ステロイドってお薬が入ってますから副作用が出る可能性がありますので、はい、だんだんこう離脱していくような形を取ってください。はい、あとは薬塗った後に塗ったことを気にして舐めちゃうような子がたまにいますから、できたら気が散るような例えば散歩に行く前とかご飯をあげる前とか塗ってあげて、ちょっとの間はね気が散るようにしてあげるといいかなと思います。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、
せよし、うせよし、で分かってる、うせうせ、あーて、はい、左足だったね、左足ね、見たときにして、ちょっと赤いね、マシになった、うん、一時期匂いもすごかったからな、だいぶびっくりしたよね、いった、くるぬりまーす、ぬりぬり、なんかあ、もうなくなっちゃった、通常はこのぐらい白いとかね、ピンクだけどちょっと赤くなってるね、そのなんか蒸れ取れない、そう蒸れてか、なんか傷ついてか分からんけど、よしよし、うい、後ろ足、塗り込んでいく、おいこうじゃん、やってご飯やもんね、よしよし、オッケー、ご飯、ご飯、ご飯、いちゃん、ご飯、よし、ご飯食べよう、ご飯、ご飯、よし、はい、お願いしますね、いいよ、